っていうのかな、手足が長くって要するにアロハみたいな重詰まった重さじゃないからでかい。なるほど、ね、それがこんな感じ。ジンタっぽいんだ。ジンタもそうだったもんね。ジンタも5キロあったもんね。 あの子はね、だから大きかった。それがあのまだパピーでこんな感じで来るでしょ。もうマハロ嫌で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 、僕大嫌いなんだよね。もう逃げてばっかりなんだよね僕ね。そう大きい、なんか個体差があるなと思って、うん、ジンタがそうだったもんね、うん、大きかったもんね。同じ兄弟でもね、そう多分この時に生まれてたのは5匹いるじゃない、あれのトップで生まれた男の子やっぱり大きかったから、あれも多分大きくなると思う。でもう一人の女の子も結構大きくなるような気がする。だからこの子たちともう一個の女の子が小さな目だったけど、楽しそう。シーサーとマハロは結構じゃあミディアムサイズだよね。ジュリュちゃんが小さな感じだよね、うん、ほら一人でも兄弟としてさお兄ちゃん兄弟としてさゴーロお兄ちゃんたち遊ぶ。